109、109、109 10は東京急行電鉄の完全子会社である株式会社渋谷109エンターテイメントが展開するファッションビル及びてなんとブランドの名称。由来は東急の読みを数字の10から9、109に当てた語呂合わせから。また営業時間が午前10時から午後9時までという意味も盛り込まれている。 東京都渋谷区宇田川町周辺で展開する、セゾングループの渋谷公園通りの開発に対抗して、東急グループが、東急百貨店本店に続く東急本店通り、現、文化村通りに顧客を吸引するために、東急モールズデベロップメントの前身である旧、東急商業開発、当時の社名は、TMD が1979年、昭和54年4月に、 渋谷区道玄坂2丁目の道玄坂下交差点に面した鋭角角地にオープンさせたファッションコミュニティ109、現渋谷109が初の店舗であり、今なお売り上げの多くを占める期間店である。開業当初は20代後半から30代の女性向けテナントを集積させていたが、その後方針を転換。現在では店内のほとんどが十代後半から二十代前半の 女性向けのテナントで占められている。その勾配層からは、マルキュの略称で呼ばれている。鋭角の立地を活かした、円柱形のエレベータータワー、シリンダーと呼ぶが、特徴の設計は、ポストモダン建築で有名な竹山ミノルによる。アルミパネルで覆われたその壁面は、渋谷駅、八甲口前の渋谷駅前交差点、スクランブルなどからも、容易に見通せるため、化粧品、 携帯電話や、春の歌手などの広告が掲げられ、その時々の商業戦略を伺うことができる。また、正面玄関前及び道玄坂側の店舗前にある、109、スクエアは、シリンダー広告と連動、あるいは単独でのイベントスペースとなっている。新製品のプロモーション、サンプリング、タレントの出演など、店舗の顧客層をターゲットにすることはもちろん、 地の利により多数の通行人の目につきやすいため、週末を中心に宣伝媒体の一つとして利用されている。なお、シリンダー広告のスポンサーの決定後に、イベントスペースのスポンサーが決定するため、広告が競合する場合は利用できないことがある。渋谷のシンボルとして定着しているため、ガメラ3邪神覚醒、ゴジラメガギラス G 消滅作戦、ドラゴンヘッド、 日本沈没など多くの作品で破壊される描写が登場する。このほかかつては文化村などとともに、東急線の車両の吊り革に広告を出しており、地方に譲渡されたこれらの車両には、当時の広告が未だに残っているものもある。開業40周年を迎える2019年、平成31年には、イメージの一新を図るため、これまで親しまれてきた109の、 ロゴマークを一般公募で募集したものに変更する予定である。2017年、平成29年4月に株式会社、東急モールズデベロップメントが会社分割され、株式会社渋谷109エンターテイメント発足。以降同社が109事業を引き継ぎ、施設、店舗の運営を行っている。2000年代にはこれまで109が増えてとしていた。 男性向けテナントの専門店として、109面 S を展開した。また、渋谷109ドリームス同様の進出方法を用いた109以外のビルへの出店及び地方進出として、福岡市へ第1号店を出店した。このか、かつては以下の一部のフロアでも109面 S として営業していたことがあった。ファッション雑誌や、 テレビ番組による全国的な知名度を生かし、2004年、平成16年10月より、渋谷109ネットショップのブランドでインターネットショッピングにも進出し、2006年、平成18年11月には、109メ S の新鋭人気ブランドを集積した、109メ S ネットショップを開設した。2012年、平成24年11月には、 次世代の109ブランドの発掘及び育成を目に、109ネットプラスを開設した。以下の定型クレジットカードが2001年、平成13年10月より発行されていたが、2012年、平成24年12月28日に新規の募集を終了し、2014年、平成26年1月31日をもって、利用特典サービスを了。さらに、 同年2月末をもって取扱い終了となった。特典として109各館及びクイーンズスクエア、横浜、アット。八王子東急スクエア渋谷109ネットショップでのクレジットカード決済により、請求時5%割引、年数外各10日間程度は10%引き、対象外施設ありサービスがあった。2010年、渋谷109に、 店員向けの休憩用スペースが十分確保されておらず、店員たちが業務用階段の踊り場に段ボールを敷いて横たわって休憩をとっていることが明らかとなった。階段の踊り場は掃除が全くされておらず、照明は薄暗くジメジメして埃っぽい。隅に積まれた箱の隙間からゴキブリが生え出てくるような場所であったと指摘される。さらに6時間近い超過勤務にもかかわらず、 残業代が出されていないことも問題視された。なお、上記内容が雑誌で報道された後に、ビル内の休憩所の数は増えたとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。